マクシミリアーノ・エルナンデス・マルティネスは、エルサルバドルの軍人、政治家。クーデターで大統領に就任して13年にわたる、独裁政治をした、1935から1944年。経済政策では一定の評価を受けているが、魔術や神秘主義に傾倒するなど、気候も有名であり、同国史上、最も器用方変のある人物である。インディオの血を強く引く。 帰着室主としてサンマティアスで生まれた。幼年時代を貧困のうちに過ごし、グアテマラの士官学校に入学。卒業後エルサルバドル政府軍に入隊し1906年には、少佐19。1919年には37歳の若さで、順将に昇進した。1931年には、副大統領兼国防省となる。当時は、世界恐慌によりコーヒーの価格が暴落し、 国家収入は4年前の半分、労働者の賃金は半分以下になり、財政も崩壊していた。政府は腐敗を繰り返したため、これを非難するエルサルバドル共産党が急速に影響力を拡大。アルトゥール・アラウホ大統領はマルティネスを公認大統領に指名。マルティネスは翌年1月の地方選挙を公約する一方、直ちに左翼勢力に対する弾圧を開始した。 1932年1月に地方選挙を実施。共産党候補が大量当選するが、政府はこれを認めなかった。共産党は22日の一斉放棄を予定するも、事前に発覚する。ファラブンドマルティをはじめとする共産党指導者は、一斉逮捕され、指導者を失ったサンターナ、アウア・チャパン、ソンソナテの農民は、マチェテをもって、武装放棄。 その後軍部による報復で、孫育て県イサルコ地方を中心に3万人が犠牲となるマタンサ大虐殺が行われた。こうして13年にわたるマルティネスの独裁の時代が始まった。この時代にコーヒー保護法を制定して、道路建設などの公共事業を積極的に進め、インフラはかなり整備された。汚職も比較的少なくなり、外国からの借款も抑制。 国内通貨であるコロンの価値も比較的安定させた。また、エルサルバドルは1934年5月19日に建国を宣言した満州国を日本に次いで全世界で2番目に承認した。これは1932年にマルティネスが政権の座に就いた際、アメリカや中米諸国その他の各国が革命政権不承認の原則を謳うう1923年の 中米条約を尊重して、マルティネス政権承認を行わなかった中、日本が、マルティネス就任通知の新書に、丁寧な返書を寄せたことが影響しているとする説がある。しかし、日米が開戦した後、エルサルバドルは米英を基軸とする、半数軸連合国側の一員に加わった。1944年4月、自然発生的ゼネストにより、経済が麻痺し、 知識人学生がストを支持したことから広範な反政府運動に発展した翌5月にマルティネスは辞任して亡命その後ホンジュラスの自分の農場で葬儀中の労働者により暗殺された83歳暴打人間の死よりも蟻の死の方が重いのだ人間の死は転生の始まりだが蟻にとっては死は永遠であるからから農民大虐殺に際して ありがとうございます。